レクイエム、レクイエムに単調、独語名、レクイエムイン D-0K626 は、ボルフガング・アマデウス・モーツァルト、1756年から1791年、が作曲した、レクイエム、死者のための未作曲である。モーツァルトの死により作品は、未完のまま残され、弟子のフランツクサーバー・ジュース・マイヤーにより、補筆完成された。しばしば、ベルディ。 コーレの作品と共に、三大レクイエムの一つに数えられる。1791年、モーツァルトは、ウィーンの聴衆の人気を失い、苦しい生活を送っていた。旧知のシカネーガー一座から注文を受けた、ジングシュピール、マテキ K620 の作曲を、ほぼ終えたモーツァルトは、プラハでのボヘミア王としての皇帝レオポルト2世の体冠式で上演するオペラセリア。 皇帝ティートの自費計621の注文を7月末に受け、これを優先して作曲する。ジュースマイヤーにレチタティーボの部分を手伝わせて、ようやく完成のメドが立ち、8月末にプラハへ出発する直前、見知らぬ男性が彼を訪ねた。男性は、匿名の依頼主からのレクイエムの作曲を依頼し、高額な報酬の一部を前払いして帰っていった。9月中旬。 プラハから戻ったモーツァルトは、魔キの残りを急いで書き上げ、9月30日の初演に間に合わせる。その後、レクイエムの作曲に取りかかるが、体調を崩しがちとなり、11月20日頃には床を離れられなくなってしまう。12月になると病状はさらに悪化して、モーツァルトは再び立ち直ることなく12月5日の未明に他界する狂言35。 彼の葬儀は12月6日に、ステファン大聖堂の十字架チャペルで行われ、4日後の10日には、エマヌエル・シカネーダーなどの勧めにより、ホーフブルク宮殿の前にある皇帝用のセイミヒアイル教会でのみで、レクイエムの初演が、それまで完成した形、第二曲以下をクワヤーは、聖書で行われた。モーツァルトの死後、未亡人コンスタンツェと再婚した。 ゲオルク・ニコラウス・ニッセンの表したモーツァルト伝などにより、彼は死の世界からの死者の依頼で、自らのためにレクイエムを作曲してたのだ、という伝説があるふした。当時、依頼者が公になっていなかったことに加え、ロレンツォ・ダ・ポンテにあてたとされる有名な書簡において、彼が死をいかに身近に感じているかを語り、灰色の服を着た死者に催促されて、 自分自身のためにレクイエムを作曲していると書いているのである。いかにも溶接した天才にふさわしいエピソードとして長らく語られてきたが、1964年になって、この匿名の依頼者が伯爵という田舎の領主であること、死者が伯爵の知人フランツ・アントン・ライト・ゲープという人物であることが明らかになった。バルゼック伯爵はアマチュア音楽家であり、 当時の有名作曲家に匿名で作品を作らせ、それを自分でシャ布した上で、自らの名義で発表するという行為を行っていた。彼が1791年2月に若くして、亡くなった妻の追悼のために、モーツァルトにレクイエムを作曲させたというのが真相だった。従って、何ら神秘的な出来事が起こったわけではない。ただ、モーツァルトが自身が死へと向かう病床にあってなお、 レクイエムの作曲をしていたのは事実である。コンスタンツェの妹ゾフィーは、モーツァルトが最後までベッドで、ジュースマイヤーにクイエムについての作曲指示をし、臨終はまだ口で、レクイエムのティンパニの音を表そうとするかのようだったと、姉アロイジアとニッン夫妻に宛てた手紙の中で述べている。なお、イタリア語で書かれたラポンテ宛ての手紙は、偽作説も有力である。というのも、 イギリスに滞在していたダポンテが見知らぬ男性のことを知り得ないはずだからというのが主な根拠である。この文は全文がイタリア語で書かれており死の年の9月に書かれたとされるが実質の書簡は失われており自作という疑いも強い。なお、はじめの文でのあなたの申し出とはダポンテがモーツァルトにイギリス域を勧誘したことであり後半の死の歌 関東船プレというのはもちろん、レクイエムのことである。また、この手紙が、一般にラポンターテだと言われているのは、全文がイタリア語で書かれているということからの推測に、過ぎず、確固たる根拠はない。モーツァルトの死後、貧窮の中に残されたコンスタンツェは、収入を得る手段としてこの作品を完成させることを望んだ。まず、モーツァルトも高く評価していた。 ヨーゼフ・アイブラーが補作を進むるが、なぜか8曲目の途中までで放棄する。作業は、他の弟デシ、およびジュース・マイヤーに委ねられ、ジュース・マイヤーが改めて一から保筆を行って、最終的に完成させた。完成したソーフア作品を受け取りに来た使者、ライト・ゲープを通じて、バルゼック伯爵に引き渡され、コンスタンツェは作曲量の残りを得た。は、自分の作品であるとして、 1793年12月14日に、ウィーンのノイクロスター教会において、自身の指揮でこの曲を演奏したが、コンスタンツェは手元に残したシャフから、暴風の作品として出版する。このため後に伯爵が抗議するという一幕もあったと、言うが、モーツァルトの名声はすでに高まりつつあり、この作品は、モーツァルトの作品として広く認知されるようになった。なお、断尺ので、 コンスタンツェのために1793年1月2日に本当の初演が行われたという説がある。天礼の際に利用するため、リベラメ、我を救いたまえの補作が行われることがあった。著名なものに、1819年にリオデジャネイロで演奏するために作曲されたジギスムントフォン・イコムによるものと、1827年のベートーベンの葬儀で演奏された。 イグナーツ・フォンザイ・フリートによるものがある。このレクイエムは次のような構成を持つ。なお、テキストはレクイエムを参照されたい。合唱はすべて混成四部合唱で、余栄賞はソプラノからバスまでの独唱者による。このうち、モーツァルトが完成させることができたのは、第一曲だけであり、第二曲、第三曲等はほぼできていたものの残りは、 未完のまま作曲途中にモーツァルトは要去る。第2曲はフライシュテットラーとジュースマイヤーによってオーケストレーションが行われた。他に第3曲第7曲、第9曲第10曲の主要部分、4世の合唱部と主要な火星のスケッチと第8曲、涙びラクリモーサの8小節までがモーツァルトによって残され、それをもとにジュースマイヤーが補筆完成を行っている。 残りの第11曲以降についてはモーツァルトによる走行は伝わっていないののフライシュテトラーやジュースマイヤーに対し何らかの指示がされた可能性はある。また、全曲の最後を飾る第14曲生体配慮章はモーツァルトの指示によりコンスタンツへの証言残っている第1曲入祭章の一部及び第2曲キリエの風ガの歌詞を入れ替えたもので、これは 当時のミサ曲の慣例でもあった。第1曲、ニュー最小の冒頭で提示される DCD、E 回 G 回 ED という主題は、レクイエムの主題と呼ばれ、形を変えながら作品全体、壮行の伝わらないジュースマイヤー作曲とされる曲も含めてを通して、現れる。これは、マルティン・ルター作とされるコラール、我が死の時に望みて、ベン・マイン・スタンドリーン・ボハンドン・ IST が元であり、 モーツァルトの前にもヘンデルやミハエル・ハイドンが用いている。特にミハエル・ハイドンのレクイエムはモーツァルトがこのレクイエムを作曲する上で大きく影響したと言われる。また同じくニューサイショーで提示されるカイ、e ・ EGF という動機も各所に現れる。1962年音楽学者がベルリン州立図書館においてマテキ K620 の序曲のスケッチ 第五曲、恐るべきをいつの王、レックス・トレメンでの一部などと共に、アーメンを歌詞とする四分の三拍子、十六小節の風画のスケッチ、通称、アーメン風画が記された、奏功声楽部のみ、を発見している。1791年に書かれたとみられ、主題は、レクイエムの主題の範囲きなりである、ABAG 会 ED。こうしたことから、一部の音楽学者は、 入祭章、オフウアである、キリエで締めくくるのと、同、俗称、の最終曲、涙の日、ラクリモーサの集結部に置き、区切りとする構想があったとする意見を唱えており、近年の保筆版にもたびたび保筆、導入されている。フルート、オーボエ、クラリネットといった、明るい音色の楽器を使わず、代わりに、クラリネット族だが、低音のくすんだ。 しかし奥深い響きを持つバセットホルンを用いた。モーツァルトはこの楽器を好んでおり、知人のアントン・シュタードラー兄弟のために多数の作品に採用している。現在出版されているジュース・マイヤー版の奏夫は、ブルックナー作品の編集で有名なレオポルト・ノバークの皇帝を経たものである。CD、コンサートなどで使用している版が特記されていなければ、ジュース・マイヤー版である。 可能性が高い。前日の通り、モーツァルトの死後、貧窮の中に残されたコンスタンツェは、収入を得る手段としてこの作品を完成させることを望んだ。多少の曲折の後、本作は、モーツァルトの弟子であるジュース・マイヤー、及びフライシュテッドラーによって、個筆完成された。フライシュテッドラーは、第二曲のオーケストレーションのみ担当した、合唱のパートを木管楽器と、 弦楽器にユニゾンで重ねた。口述のような問題点も指摘されるものの、他の番にはない利点である作曲者、モーツァルト本人から直接指示を受けた人物、ジュースマイヤーによる補作として価値は高く、演奏可能な作品として完成させた、ジュースマイヤーの功績を不当に低く評価すべきではないという考えを示す研究者、演奏家も多い。また、 モーツァルトの自筆笛の過失ではなく、アイブラーの保筆部分を取り除いた筆者笛を作成した後に補作に取りかかった点を忘れてはならない。しかしジュースマイヤーの補作の不出来な点に対する批判は作品の出版直後からすでに見られた。20世紀にモーツァルト研究が進むにつれ、モーツァルト自身の筆になる部分とその他の弟子、特にジュースマイヤーによる 書き込みの区分がなされると、ジュースマイヤー補作版に基づきながら、彼の作曲上の誤りやモーツァルトの神聖な、様式にそぐわない部分を修正した改良版を出版すことが行われるようになった。本作品は弟子による補作によっているとはいえ、モーツァルトの傑作の一つとして、しばしば演奏される。演奏会だけでなく、ミサ曲本来の目的である死者の追悼のためにも、 使われてきた。ショパンの葬儀でも演奏され、カトリック信者であったアメリカ合衆国大統領ジョン・カイ・ケネディの追悼ミサでもエーリヒ・ラインスドルフが指揮して演奏が行われた。また、1991年にはモーツァルト没後200年ミサがゲオルク・ショルティ式、ハンス・ヘルマング・ローエルス・キ教の詩式でランドン版を用いて執り行われた。映画アマデウスにおいて、 サリエリ日本作品の第七曲を後述筆記させるモーツァルトの作曲シーンが描かれるが史実ではなく全くのフィクションである。バイヤー版、ジュースマイヤー版の両方で録音を発表している音楽監督のネビル・マリナーはこの映画では二つの版を混成で使用しており、特にモーツァルト埋葬の場面でバイヤー版の特徴が出ている。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。